フランツ・アントン・ホフマイスター。フランツ・アントン・ホフマイスターは、ドイツの作曲家、音楽出版社。1754年、南西ドイツのロッテンブルク・アムネッカーで生まれ、14歳で、法律を学ぶためウィーンへ行く。しかし勉強していくうちに、音楽で生きていこうと決め、彼は、その広く多様な作品をもってして、1780年代までに、ウィーンで、 最も人気のある作曲家の一人となった。しかし今日におけるホフマイスターの評価は音楽出版社としての活動が支えている。1785年までにウィーンの音楽出版ビジネスの先駆けの一つとしてアーテリアカンパニー設立の5年後に次いで事業を設立した。ホフマイスターは彼自身の作品や多くの当時重要な作曲家の作品を出版した。 これら有名な作曲家たちは、ホフマイスターの個人的にも親しい中にあった。ホフマイスターの出版活動は1791年にピークを迎えたが、その後は作曲活動へとシフトしたようである。彼のオペラの多くは1790年代初めに作曲、上演されたが、ビジネスセンスの欠如と相まって作曲数も減っていった。 1799年にホフマイスターとフルート奏者のフランツ・トゥルナーは遠く離れたロンドンまでのコンサートツアーに出発する。しかし、オルガン奏者のアンブロージウス・キューネルと友人となったライプツヒより遠くへは進まなかった。二人は一年以内に音楽出版業で提携する約束をし、ビューローでミュージックを設立した。彼らの出版物の中には1802年に 出版されたバッハの鍵盤楽曲集第1巻もあった。1805年まで、ホフマイスターはウィーンの会社とライプツィヒの新しい出版社を行き来していたが、同年3月にビュロー・トミュージックの独占的な所有権をキューネルに譲渡した。ホフマイスターの関心は危機にあったウィーンの会社にあり、1806年には作曲の 時間を取るためにケミシャダルーカーに売却したと言われている。1812年、ホフマイスターは、ウィーンに没した。作曲家としても、同年代の作曲家たちに高く評価され、没年に出版されたエルンストルート・ビヒゲルバーの、ノイエス・レキシー・コンデア・トーン・クンストラーでは次のように、語られている。彼の多種多様な作品を一目見れば、この作曲家の勤勉さと、 聡明さを賛美することだろう。彼は豊かな感情表現だけでなく、面白さ、ふさわしい楽器の使い分け、そして実用性に富んだ作品によって、彼自身の受けるに値する広い評価を得た。この最後の特色において、我々はすべての楽器における名手であったかのような彼の楽器に関する知識に感謝しなければならない。 ホフマイスターの多様な全作品の中で有名なのは、フルートのための作品で、競争曲だけでなく、フルートが主役の室内学もある。これらの作品の多くはフルートが最も魅力的な、楽器と考えた、ウィーンのスータのアマチュア音楽家と共に作曲された。フルートの作品以外に、少なくとも8つのオペラ、50以上の公共曲、多数の競争曲、多数の室内音楽、 ピアノ曲、いくつかの歌曲集などがある。この一覧は主に読語版ウィキペディアによる。ウィルヘルムのイハウス他による、演奏例ウルショハム他による、演奏例、ディーター・クレッカー他による、演奏例、ディーター・クレッカー他による、演奏例、ビクトリア・チャン他による、演奏例、ヤーノ・シュシェベニー他による、演奏例。ありがとうございます。